こんにちは。もう皆さん教室に来てるんですね。早い。お待たせしました。じゃあ今日は何人？今日、1、2、3、4、5、7人かな。もう今7人クラスに来てくれてるんですね。早いですね。お待たせしました。今日はもう7人以上来ないと思う。そうですね、今日は。そうで、みんな今座ってるし、今日私もみんなと一緒に座って話をしてもいいですか？いいですか？ありがとうございます。せっかくだからみんな近くで、私の近くに来て、私のパソコンを一緒に見ながら一緒に話をしませんか？ね、いいですよね。そうしましょう。じゃあ私どこに座ろうかな。じゃあ今、あれですね、ポッドキャスト聞いてる、そう、あなた。そう、あなた、あなた。私ですかって、そう、あなたです。そうです、あなた。そう、あなたの隣に座ってもいいですか？いいですか？そう、そこがいいです。ありがとうございます。もうそのままで大丈夫です。はい、大丈夫、大丈夫。そのままで。カバンはまあ、ちょっと別のとこ置いてもらって。大丈夫です。大丈夫。ありがとうございます。はーい。ちょっとここに、OK。じゃあ他のみんなは、私の隣にじゃあ2人で、あと2人はじゃああなたの隣に2人。そうね、あなたの隣2人いる。そうそう。で、あと2人、私たちの後ろに2人。2、2、2、2で6人ですね。で、あなた入れて7人、OK。私入れて8人、OK。じゃあこれで、ちょっと今日お話一緒にしましょう。イエーイ。まあ、今日は授業っていうか、まあ、なんだろうな。あんまり授業スタイルじゃない、今日。今日ホワイトボード使わないし。はい。私のパソコン一緒に見ましょう。そうそうそう。で、そう、この授業は、レコーディングもしてます。そう、音をね。で、レコーディングで、私がちょっと、パソコン見てくださいと言った時はスライドが変わるから、その時だけ見ればいいです。はい。あとはもう全部ラジオです。はい。 OK。 じゃあこの最初のね、ちょっと写真はぜひ皆さんに見せたいです。はい。これすごく綺麗ですよね。そう、これ私が撮ったんですけど、何の花。はい、もちろんこれ桜。そうです。でもまだ咲いてないよね、日本はね。そう、これから咲く桜です。はい。今はまだ寒いです、日本ね。3月のまだ最初ですから、まだまだです。で、今日も寒い。はい。昨日暖かかったのに急にまた寒くなってきちゃったから、みんな風邪ひかないように気をつけてください。で、この桜ね、まあ本当に綺麗なので、あともうちょっとしたらみんな見られますよ。そう。3月下旬にはもう見られる。下旬って最後の方、3月25とか26とか、もうその辺だったら咲き始めてると思います。大体少しでも、特に東京の周りは、はい、暖かいので。そうそうそう。もちろん北海道とかはもうちょっと後なんですけどね。綺麗だからちょっと見せたいしと思って、準備しました。よいしょ。これもとっても綺麗ね。はい。そうで、今日お話ししようと思ったのは、今日桜の話ではなくて、そう、そう、食べ物。だけど、そう、さっきの桜じゃないけどさ、そうね、もうあとちょっとで咲くし、まあみんながもし時間があったら、東京の近くだったら上野公園とかはやっぱり桜がとても多いから、見に行くのはすごくおすすめです。はい、いいと思う。有名ですよね。知ってますよね。花見するってね。ねえ、みんなともね、この私の日本語クラスのみんなともね、行けたら本当に楽しいですよね。まあ、みんな毎年先生忙しいんです、その時、アルバイトとか仕事かとか、そう、なんかみんないろいろあっていけないけど、なんかいけないかなと思って、なんか方法がないですかね。もしなんかアイディアある人いたら、はい、授業終わったら、私にメッセージ送ってくださいね。
じゃあ今日は、そうそう、食べ物 桜は食べられない そう、桜は食べない、はい、食べ物についてみんなで、はい、ここにいる6、7、みんな私入れて8人、8人で話そう、 OK。 そうね、食べ物でテーマは、みんなは自分の国じゃない国に住んだ時に自分の好きな食べ物食べられますかっていうことを私が聞きたいと思いました。はい、ありますか、私あれ食べたいんだけどこの国にはないっていうの、多分なんかないですか、一つぐらい。それって結構大きな問題じゃないですか。だって好きだから食べたいでしょ。そうで、じゃあ先に私のその食べ物があるのでそれちょっと紹介して、でその後日本でこれは残念だけどない、スーパーに売ってませんよ、食べられないよっていうものを紹介しようと思います。はい、じゃあちょっと行こうか。じゃあ私がね、外国行って食べたいなって思ったのはね、これです。ちょっと一緒に皆さん私のパソコンを見てください。はい、ポッドキャストで後で聞いてる人は、今ちょっとスクリーン、ちょっと今を見てください。これですね、まあ綺麗な、これは食べ物です。そう、絵じゃないよね。そう、食べ物で、おせちです。でも知ってる人多いですよね、お正月に食べるものですよね。そうそう、お正月に食べる。で、まあ皆さん、まあ知ってると思うから今説明しませんけど、まあ、いろいろ食べるんです、こういう風に。で、まあ、私はすごく好きなのはこれ、この黒い、こう虫じゃないですよ、豆、ね、豆、黒豆、美味しい、甘い、はい。で、これも食べたいし、あとは私はこれがすぐ、あ、ごめんなさい、これちょっと紹介しようと思った。これはお正月に、私がホテルに泊まった時があって、その時の朝ごはんでした。はい、でもね、ここはねすごく高いホテルではないだけど、でもねすごくゴージャスですよね、豪華豪華。はい、でこれもこっちもそう、正直言ってこっちのホテルの方が高かった。はい、まあでもそう、だから例えばこういうのが、これの時もお正月でした。はい、でここにやっぱり黒豆がある、私が好きな黒豆。黒豆は食べる国が多いですよね、アジアだったらよく食べますよね、アジアじゃなくても食べるか。日本の黒豆だと、まあ、甘い、はい、砂糖の、はい。で私が外国行った時に食べたいと思うのがここにあるこれです。こうもっと大きくしますね、これはですね、これです。名前は栗きんとんと言います。栗きんとん、トントントン、なんか可愛いですよね、名前が。栗きんとん、トトトントンみたいな。そう、栗きんとん、栗きんとん、栗はこれですね、絵があります、これ栗。うん、栗はみんなの国でも食べますね。うん、そう、食べるね、あなたの国でも食べるでしょ、うん、あなたよ、あなた、私の隣にいるあなた。そうそうそうね。で栗きんとんは、ね、栗きんとんだから栗がもちろん入っていて、ここ、これ栗、こっちの絵の写真の方が見やすい、これ栗で、この周りのこれは、このジェルみたいなのは栗じゃなくてさつまいもです。さつまいもはスイートポテト。そう、スイートポテトを、ふかして柔らかくしてですね、で、それをこのネットみたいなところでこうシュッシュッシュッって細かくするんですね。マッシュポテトみたいなイメージ、マッシュポテト、そう、それのスイートポテトのバージョン。はい、でそれがこの周りのこのこれ、ここのジェルみたいなと。あ、食べたことあります？あ、ほんと食べたことある。あ、いいですね、そっかそっか、日本で。あ、そうなんですね、いいじゃないですか、美味しかったでしょ。
そう、美味しいですよね。私これ大好き。で、これ、まあ、そっか、味か。味はどんな味か。砂糖、やっぱりお砂糖が入ってますね。このさつまいもの部分に砂糖を混ぜて、グリグリグリって混ぜて作る。はい。まあ、もうちょっといろいろ入ってるけど、でも簡単に言うと本当にそう。もう味、砂糖。はい。で、これまあ、すっごい美味しいというものじゃないんだけど、お正月しか食べないんですよ、日本人。まあ自分で作ればいいけど、栗は一年中ないし、そう、秋が一番美味しいし、夏とかないし、あと、これ作るのちょっと大変だし、私は作らない。料理するけど、他の料理はするけど、栗きんとんは私は作ったことないです。はい。で、お正月だと、この栗きんとんがスーパーで売ってるから、そう、簡単に買えるんですね。ただ栗きんとんもね、皆さんの手のひらのサイズぐらいの、大きさのパックで、値段はいろいろある。安いのもあるし、高いのもありますね。でもどうだろう。私はいつも1000円くらいのを買うかな。やっぱり高い方が、美味しいんだけど、そう。で、まあ、これ、そのお正月しか食べれないから、やっぱり食べたいなって思うんですね。毎年。で、これを外国に住んでると、ないから。はい。私の場合は、マレーシアに住んでいたことがあって、マレーシアの時も買えないから、ああと思ったんだけど、マレーシアにいる人は知ってると思うけど、マレーシアにはこう、日本の食べ物が買えるデパートがあるんですね。それは、クアラルンプールにある伊勢丹っていうデパートなんですけど、そこで私は、買いました。高いけど、日本から輸入した栗きんとんを買った。はい。もう本当に高い、1.5倍とか2倍ぐらいの金額、値段だったけど、食べたいと思って、もうダメだ、今我慢できないと思って買っちゃいましたね。はい。で、他はね、私は我慢できます。他のものは大丈夫。まあ黒豆も買いたいけど、まあ我慢できる。他の、こっちの写真の方が分かるですね。他のはね、我慢できます、私。エビとか、大丈夫、別に食べなくてもいいや。と思った。ただやっぱ栗きんとんだけはダメだね。食べたいなと思って、高いけど買っちゃいました。はい。で、もちろん私が、ドイツに留学してた時も、もちろんない。はい。もう、まあ、それに学生だったし、買えないからお金ないし、全然もうそんなことは忘れてました。はい。でも食べたいものの一つです、これね。栗きんとん。で、これもちょっと、また違う写真の栗きんとんです。美味しそうですね。どうでしょうね。食べたことあるかな。あと、もしかしてだけど、みんなの国に栗きんとんがありますか？おお。あ、今わかんない。ちょっともしみんなの国にあったら、これ話し終わった後、ちょっと調べて私にメッセージでいいよ、送って。知りたい。聞いたことない、私、学生に今まで。あなたの国に栗きんとんありますかって。知りたいですね。あったらびっくり。で、あともう一個私が食べたいのはこれ。これ気持ち悪いですね。これ何ですかってね。何ですかって。でもこれ大丈夫、大丈夫です。食べ物で、ちゃんと食べ物です。はい。これは、干し芋ってやつ。はい。干し芋は芋です。やっぱりスイートポテト。やっぱり私スイートポテトが好きですね。そう。これ写真に撮ったんですけど、これがパッケージで、みんなもう今3月ギリギリ日本のスーパーに売ってる。もう4月になったらないと思います。はい。これもやっぱり季節限定。この季節しか買えないっていうものです。夏買えない。ない。はい。作れないから。はい。
作ってる写真が、これスイートポテト、さつまいもですね。でこれを切ってよいしょこっち干すんですね。干してさつまいもを干して、干し芋というのを作る。だから芋干し、あそうだね、さつまいも、美味しいさつまいもは秋に取れるんですよね確かね。でそれで干して、秋に干して、で冬に干し芋ができる。そうこれができるってことだから、冬のシーズンが一番美味しいです。はいはい、日本だったらスーパーで買えます。はい、美味しい。ただ最近どんどん高くなってます。なんでかわからないけど、よく理由わからないけど、うん、私はこれ小さい時から大好きで、やっぱり外国では買えないものでした。マレーシアでも売ってたかもしれないけど見つけられなかったです。私これ本当に好きなので、子供の時から大好きなので、本当に悲しかった。はあ、ね、だからこういうのがみんなにもあるんじゃないかなと思って今日、聞きたいなと思いました。はい、そう、まあ、今またお正月の、おせち料理の写真にしましたが、もう大丈夫、みんな今私のパソコンスクリーン見なくて大丈夫です。みんなで話しましょう。そうですね、なんだろうな、例えば日本に住むんだったら、何が問題になるかなっていうのを考えると、一つはお肉、肉が、みんなの国で食べてるけど日本ではあんまり売ってないとか、日本だと美味しくないとか、そういうのがあるみたいですね。私学生から聞きました。はい、例えば、まあ、日本だとどこのスーパーでも売っているのは鶏肉、豚肉、牛肉ですね。これは売ってる。そしてレストランに入ってもこの3つの肉はまあ食べられる。はい、メニューにある。だけど他の、例えば、羊、ラム肉、マトンでもいいです。ラム、マトン、あれは絶対にレストランにあるというわけじゃないですよね。うん、あとスーパーにも売ってるけど、売っていない店もある。はい、でこの羊はメーってやつね、メーって、そうそうそう、あれです。まあ、例えば私も食べないんですよ。はい、まあ、あれ体にいいのは知ってるんですけど、あまり食べて子供の時から育っていないので、まあ、わざわざ自分では買わないです。レストランであれば、食べられるし嫌いじゃないけど、よし自分で買おうとは思わないです、まあ、今は。はい、でただこのラムは私の学生が、話してたんですけど、すごく元気がない学生が一人いて、19歳くらいの、モンゴルから来た男の学生で、すっごい元気なくて、どうしたんですかって。でその学生は体が大きいんですね。プロボクサーみたいな、ボクシングやってますみたいな、体すごくこうマッソーなギャチッとした大きい男の子で、どうしたんですかって言って、大丈夫、元気がありませんねって言ったら、はいって言って、先生肉が食べたいですって。肉と思って、そっかって、なんかもっと悪いことがあったのかなって私思ったんですけど、その人にとっては大きな問題ですよね。肉が食べたい、で何の肉って言ったら、ラム肉食べたい、羊の肉が食べたいですって言って、スーパーに売ってますよね多分って言ったら、売ってるんだけど日本のスーパーのラム肉は美味しくないです先生って。あーそうですか、先生モンゴルでは自分で羊を
殺します、怖い話何の話なんかあの自分で羊を包丁ナイフで殺して切って血を出してで、みんなが食べられるように切ります、それができたら、それが一人でできたら一人の男になりますって言うから、ああって言って、ああなるほどすごい、確かに羊を自分一人でねえそんな食べられる状態にするって私できないですから、すごいねと思って、ああそうで、その肉が食べたいです、とっても美味しいですっていう、わーって言って、確かにそれはねえちょっと先生日本でやりたいですって無理ですってできませんって私は言ったんですけど、そうそうそう、だからその肉は無理だね、本当に日本じゃスーパーに売ってる肉はそんな新鮮じゃないと思うし、ラム肉もそうだよね、ラム肉も新鮮な方が多分美味しいんですよね、よくわかんないけど全然味違うって言ってました、はい、あだからねえあんな男の人をこうすっごいもう元気ないって、なんかテスト0点だったのかなっていうぐらいすっごい元気ない、なんか理由が肉が食べたいって、そっかと思って、でもだから本当に大事な問題だから私ちょっと笑っちゃったけど、その時話聞いて、うん、でも大事だよ、大事ですよね本当、はい、あ、私のクリキントンと同じで、はい、あ、だからまあ、うん、みんなにとってどうかなと思います。であとは日本人が食べない肉っていうのもありますよね、まあ、例えば、カエル、はい、カエル、フロッグ、ワン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 かな、本当ワン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 かな、カエルってどうやって鳴くんだろう、あんまり最近カエル見ない、ワンワンワンかな、あの FROG のフロッグです、英語の発音はいいかわかんないです、わかんないな、はい、カエル、カエルってあの私日本で食べたことがなかったけどマレーシアに行った時に、食べました、カエルスープを食べた、はい、初めて、はい、だけど美味しかったです、はい、美味しかった、最初ちょっとと思って気持ち悪いと思ったけど、うん、友達にそれは美味しいから食べてみてって言われて一緒に行って、で大丈夫これ食べてみてって言われて、はい食べますって言って食べた、美味しかった、はい、鶏肉みたいですよね、うん本当に、でなんか調べたらあのアジアの国とかは食べる国多いし、ヨーロッパでも食べる国ありますね、あとまあブラジルでも食べるところあるみたいですね、でもまあもちろん、その国が全部みんな食べるじゃなくて、そこの場所のある場所の人だけ食べますとかそういうことみたいですけどね、どこの国もね、だから結構食べててみんなね、だからでもどうです、日本じゃ無理だよ、はい、普通のスーパーには売ってないです、カエルの肉は、はい、だから特別なスーパーに行かないと買えないから、もしね、もしカエルがすごく好きだとちょっと大変ですね、うん、どうなんだろう、そうカエルはそうで、あとウサギ、ウサギラビット、はい、ウサちゃん、ウサちゃんって言います、ウサギのこと、ウサギも日本人は食べない、はい、だけどヨーロッパの人は食べる人多いし、多いっていうか食べる人もいるし、あとマレーシアでも食べるみたいですね、なんか調べたら、私食べなかったけどマレーシアって見なかった、私は知らない、はい、ただ私は実はドイツで食べました、はい、一回だけ、はい、そういうウサギの肉が有名なレストラン
に、連れてってもらって食べました。でもね、私食べないから、日本では食べないから、ちょっとああと思った。これは本当にウサギだって、ウサギの足って、足の形がもうそのまま、でも焼いたものだったんですね。唐揚げじゃないし、スープじゃないし、もう形がそのままだから、足、もう、ウサギと思って、でも、もうこの店来ちゃったから、もう食べないとと思って、食べたけど、まあ、別に、おいし、まずくないです、もちろん。まずくはない。まずくはないけど、でもちょっと心が痛い。私ウサギかわいい好きだから、だからね、もしウサギがとても好きなんですって人は、まあ、日本だと普通のスーパーにはないですね。特別なスーパーだったら売ってると思う。その特別なスーパーって、例えば、東京だったら上野のところに、スーパーがあります。大丈夫、有名だから、日本来たらきっと誰か教えてくれる。多分そこ買えるんじゃないかな。結構外国の食べ物がそこの上野で買えますね。で、あとはもう一個は、馬です。ホースの馬。馬は日本人食べます。食べます。馬の肉って書いて馬肉って読みます。馬肉、バババね、バビブベボのバ、馬肉。馬肉は、スーパーに売ってます。普通のスーパーに売ってます。ちょっと高いんですけど、鶏肉とかより高いけど、豚肉とかよりも高いけど、売ってる、買える。私はレストランで食べます。レストランの方が新鮮、フレッシュだから、食べるときはレストランで食べる。あんまりスーパーでは買わないけど、まあ、美味しいですよね。馬の肉は大丈夫。馬も結構あれですね、私ちょっと調べたんですよ、どこの国の人食べますかって。馬はアジアの人はあんまり食べないみたいですね。で、ただ韓国が食べるか分かんなかった。ちょっと調べられなかった。ちょっと教えてほしい。ただ食べるのはフランスとかスイスとか、ヨーロッパは結構食べる国が多くて、あと中国も食べるというふうに調べました。でも多分中国も広いから、みんなじゃないと思うんですけどね。だから今言ったのは、もう一回言うと、食べられるのは馬の肉はスーパーで買えます、日本だったら。だけど買えないのはウサギ、カエル、ヒツ、ウサギカエルだね。ウサギカエルは無理。普通のスーパーではない、売ってない。だけど羊、ラムです。ラムとかマトンは、あるけど、みんなが美味しいと思うかは私は分かんない、ちょっと。だからどうですかね。まあ、今日は私は肉の話したけど、みんなにとってどうなんだろう。これ好きなんだけど、外国に行ったらこれは売ってない、ないから食べられないから持っていきますとか、国から持っていきますとか。でも持っていくこともできない場合もありますよね。なんかあんのかな、みんな。なんかそういうのあったらすごい知りたい。やっぱほんと食べ物大事でしょ。私は本当に思いましたよ。外国住むと本当に思う。他のものは何でもいいなって。洋服とかも別にそこで買えばいいし、何でもいいんだけど、食べ物はちょっとね。ただね、一個ね、ドイツに行った時に、ペン、シャープペンシル、ボールペン、あ、違う、シャープペン、ボールペンが、ドイツのは全然良くなかった。わかんない、今良くなってるかもしれないけど、日本のものはすごく書きやすい。太いとか細いとか、特に細い
ボールペンが日本はいっぱいあるんですね。だからそれは日本の方がすっごいいいと思いました。でも他はもう何でもいいです。もうシャンプーとかもちろん何でもいいし、あとやっぱ食べ物かなって思って、みんなどうなのかなと思って、今日そうそう聞きたいなと思ってテーマにしました。はい、どうでしょうか、どうなんだろうね。今私の隣に座ってるあなた、そうあなた、どうですか、食べられます、全部自分の好きなものを外国に行っても困りませんか、ありますか、例えばパンが好きとかね、例えばまあヨーロッパの人とかアメリカの人だったらもちろんそうですよね。パン、例えば日本だったら、まあ、多分でもなんともドイツ人の先生はやっぱ日本のパンは柔らかすぎるって言ってたけど、まあいろいろでもまあ買えるんじゃないかな、探せば。そうねと思うけど、まあ、お米も違うしね、米の形も全然違いますよね。日本の米と例えばタイのお米も全然違いますよね。どうなんだろう、なんかそうすごく小さなテーマだけど、実際は私たちは人間としてすごく大事なことだと思うんですね。これがないって食べたいみたいなね、なんか聞きたいなと思って今日話したということです。はい、どうでしょうか、教えてください。まああと今ここにいる7人の皆さんは、ぜひですね、なんかこれはないわ、日本とか外国行くとこれないからいつもちょっと困るとか寂しい、食べたいのにっていうのを後で思い出したら、後でいいからメッセージで私に教えてください。はい、シェアしましょう、知りたい。日本でもね売ってればいいんですけどね、それがね。はい、じゃあ今じゃあこの話はここまでにして、はい、あそうで、さっきのそのこれですね、これお正月の写真をみんなに見せました。お正月食べる食べ物、おせち料理というんですけど、あとお正月に日本人っていろんなことします。はい、昔からやっている伝統的なこと、伝統的トラディショナルなことがあるから、それをですね私 YouTube にしました。はい、もしまだ見てない人ぜひぜひどうぞ見てください。これ3つあるけど全部同じ話してます。こっちのお正月まるまるするっていうのがこっち日本語で話した、はい、でこっちのニューイヤーホリデーって書いてあるのはこっち英語で説明をしてみました、やってみた、はい、うまくいったかどうかわからないけど、練習のために、私の練習のためにやってみました。はい、でこっちが、ドイツ語で、こっちは説明をしてみました。あそうそうそう、こっちもですね、まあ、全部ですねスクリプトを書かないでいつもやりますから、私はそう、まあなかなかひどいというか、そうそうそう、まあそんなやつよ、まあだけどまあ私の別に言葉はあまり気にしないで、写真だけ見ると思ったら面白いかもしれない。はい、よかったら見てみてください。あんまほとんどの人みんな日本語で見るのがいいんじゃない、これ。じゃこれのビデオのリンクね、下に書いておきましょうかね、そうしましょう。まあそんな感じで、じゃあ今日の授業ですね、まあ私とまた授業やりたいなみたいな人は私とは大丈夫、いつでも会えますよ、オンラインレッスンやってますから。そう、今日は一緒の教室に今いるけど、ここに今いない人、遠くの国にいる人でもインターネットがあれば私と一緒に勉強できますので、ぜひぜひ一緒にやりましょう。私とっていうかいろんな国の人と一緒にね、楽しいと思います。はい、ですね、いろいろありますで、私のクラスは、はい、例えば JLPT の勉強がしたいという人は読解の、レッスンがあります。それもこっちのレッスンは、ビデオレッスンだから、皆さんいつでも自分の時間があるときに見ることができますよ。はい、N1 の、テスト、 JLPT の特に読解、合格する方法どうすればいいですかとか説明したものがこれです。3つあります、ビデオ3つあります。はい、
で N2 も同じあります。はい、どっちもですね、あの N1 N2 もたくさんの学生さんが見て、JLPT 合格したと聞いてます。よかった、本当に私もこのビデオを作って本当によかったと思ってます。そうなんですね、やっぱりね、あの嬉しい、私も嬉しいよやっぱり。はい、もちろんです。そうそう、でまあ、あとはこっちは私と話しながら勉強するレッスン授業ですね、Zoom を使って勉強を一緒にしましょう。ビジネス日本語とか、会話の練習とか、プライベートレッスンやってます。はい、ですね、ビジネス日本語はビジネス電話はいやってます。はい、これはもう難しいから本当になかなか終わらないですね。はい、これをやってます。あとは面接です。会社、日本の会社に入るためにテストがありますね。試験、面接の試験がある。はい、その時いろんな質問をされます。それの答え方、どうやって答えればいいとか、どういう質問されやすいですよっていうのを教えたりしてます。はい、難しいんだけど、練習しておけば試験も合格しやすくなるし、あまり緊張しないので、一緒に練習しましょう、ね。そして時間は40分間の授業って書いてありますが、これは学生さんの数が増えれば増えるほど授業の時間は長くなります。はい、まあ、まずはちょっと申し込んだり、まあ、ちょっとわからないことあったら連絡ください。はい、で会話の練習はですます、ねねですますを使わない、丁寧じゃない、友達と話す話し方、恋人と話す話し方、家族と話す話し方を練習します。はい、だけどそれとですます使った言い方もどっちもやります。はい、どっちも勉強できるのがこれとてもいいところ。はい、でこっちも学生さんの数が多ければ多いほど授業の時間が長くなります。はい、土曜日の朝の時間だから、そうですね、まあアメリカの人とかも、まあ、入りやすいかもしれない。はい、もしよかったらどうぞ一緒に勉強しましょう。まあ、楽しい、これ本当にこれも楽しい。はい、そして、プライベートレッスンは皆さんの勉強したいことを私が何でも教えます。はい、JLPT の読解でもいいし、会話でもいいし、 EJUOK です。ビジネス日本語知り勉強したい OK です。やりましょう。レベルはもう何のレベルでも OK です。 N5 ひらがな勉強してますの人 OK です。N1 もう合格しましたの人もちろん OK です。はい、教えてます。私ももうたくさんいろんな人、はい、皆さん誰でも大丈夫です。教えますよ。みんなが勉強したいこと一緒に私と勉強しましょう。そう、これも Zoom だからね、私と話しながらできます。楽しい。で、時間も皆さんのいい時間を教えてください。私の時間があるときに一緒にやりましょう。はい、そう、全部今のはオンラインレッスンなので、下にというか、後で授業終わったらリンクみんなに教えます。YouTube の人は、ポッドキャストの人は下のコメントのとことかに書いてあります。はい、そして私最近、いや最近じゃない、もう結構前か、 X、Twitter やってますね。そうそう、あなたはフォローしてる、私をフォローしてない、まだ。あ、そうですか。あ、Twitter をやってない。あ、Twitter やってない、そっかそっか。簡単にアカウント作れますね。作れるから、まあよかったら、もしよかったらどうぞ私を探してみてくださいね。これはまたじゃあ下にリンク書いとこうかね。そうそう、まあ新しいビデオ作ったよとか、新しいクラスやるよとか、なんかそういういろんな連絡ですね。まあみんなで会いましょうとか、もしかしたらそう、私あとキャンプやろうとか、そういうのも連絡 X からしますよ。よかったらどうぞフォローしてみてください。そうそう、じゃあまあおせちの写真ですね、また最後ね。
そう、まあ、私にとって食べたいのは、まあ、こういう黒豆とか栗きんとん、ここにちっちゃく栗きんとんあったんだ、栗きんとんなんですけど、みんなはねどうですか、外国行ったらこれない、食べたいのにないというもの、もしあったら教えてください。なんだろう、どういうもの、名前を聞いても私わからないかもしれないから、こういうものですってちょっと説明を書いてくれると嬉しい。または国の言葉で書いても、調べられますね、私もね。知りたいですね。教えてください。食べ物は大事だ、本当に。それか、日本の食べ物の何々がすごく好きだから、国に帰ったら食べられませんって、寂しい、帰りたくないという人もいるかもしれないですね。もしかしたら。ちょっと皆さんの意見を聞きたい。ぜひ教えてください。はい。じゃあ今ね、ここの教室にいる皆さんも、そう思い出、あ、これ食べたいんですって思い出したら、後でメッセージくださいね。じゃあ今日はじゃあこのぐらいで終わりにしましょうか。ね。はい。そうね。で、今日私の授業で最後ですもんね。今日の次の先生いないからね。はい。じゃあみんなで机を片付けて、帰りましょう。はい。じゃあ電気をね、消すのを忘れないで。はい。お願いします。じゃあ私もパソコンを片付けます。はい。じゃあまた次の授業で会いましょう。はい。で、今日は先に来てくださってありがとうございます。また一緒に話しましょうね。はい。お願いします。今日もありがとうございました。失礼します。